こんにちは、整体院整脳の松浦です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回の話はですね、ED、勃起不全、勃起障害ですね、の予防法、改善法についてお話ししたいと思います。まず大前提としてですね、この ED の改善っていうのは、生活習慣の改善っていうのが、もう大前提になってきます。というのはやはり、この局所的な機能の、ね、低下ではなくて、全身の、ね、何かしらのこう問題が絡んでいるので、まずは生活習慣を改めるってことですね。で、例えばですね、生活習慣病がある方っていうのは、結構この ED になっているっていう可能性が、確率が結構高いです。はい。で、逆に言えばですね、この ED の方っていうのは、他にね、自覚症状がなかったとしても、その裏側にですね、何かこう生活習慣病と呼ばれるものが、潜んでる可能性はあるので、一度ですね、まだお医者さんに相談してないよっていう方は、一度相談してみた方がいいかもしれないです。はい。はい、そのことを踏まえてですね、今回はこの3つのキーワードについてお話しさせていただきます。はい。まずね、この腎臓って書かせていただいたんですけれども、この腎臓が疲れてくるとですね、西洋医学的な見方をしても東洋医学的な見方をしてもですね、人間の泌尿器系だったりとか、生殖器系ですね、に影響を与えるってことが言えます。はい。例えばですね、これ女性の場合もですね、この腎臓が非常に疲れが強い方っていうのは、生理不順があったりとか、生理痛が強いっていうね、傾向があります。はい。男性も例外ではなくて、やはりこの腎臓のね、疲労が強いと、腰痛とかもそうなんですけれども、泌尿器系、生殖器系に、何かしらのこう影響をね、与えやすい状態になっているってことが言えます。はい。で、次にですね、この歯周病と書かせていただいたんですけれども、この歯周病と ED 全然関係ないように思われるかもしれないんですけども、最近ではこの関係性がね、言われています。どういうことかというと、この歯周病の菌、この菌がですね、血液の中に入ってきちゃうんですよね。で、その血液の中に入ってきた菌が、いろんな臓器に、悪さをするっていうふうに言われてるんですけども、例えばですね、この菌が入ってくると、免疫細胞であるマクロファージですね、マクロファージを刺激して、炎症性サイトカインっていうね、物質を生成するっていうふうに言われてます。するそうです。で、その炎症性サイトカインっていうのがですね、血糖値の調整とかにね、使われるインシュリンの働きを阻害するっていうふうに言われてるんですね。そうするとどういうことが起きるかというと、血糖値を調整するインシュリンの邪魔をするわけなので、血糖値が上がりやすいってことを言います。はい。で、この血糖値が上がりやすくなるとどういうことが言えるかというと、当然血管に負担をかけるので、動脈硬化とかが進みますね。で、動脈硬化が進むと、まず先にこう細い血管がダメージを受けます。で、細い血管が多い場所が、体いろいろありますけれども、ここですよね、ここです。はい。もうすごい、たくさんの毛細血管が、血液をろ過しておしっこに変えるわけなんでね、腎臓にものすごく細い血管が多いです。で、動脈硬化が進むと、この腎臓に負担をかけるってことが言えます。そうするとですね、さっき説明した通り、腎臓がね、生殖器系に影響を与えるので、この歯周病もね、この ED につながってくるってことが言えます。はい。で、次にですね、この腰椎4、5って書かせてもらったんですけれども、腰椎4番、5番ですね、どこにあるかというと、これが、人間の背骨ですね、背骨の一番下です、要するに、ここが4番と5番になります。はい。ですね、この ED の方っていうのは、この腰椎の4番と5番が非常に硬くなっているという傾向があります。はい。逆に言うとですね、この腰椎4番と5番が硬い方っていうのは、将来的にもこの ED になりやすいってことが言えるんですけれども、では、この腰椎4番5番が硬くなる原因は何かっていうとですね、要因はいろいろあるんですけれども、簡単に言うとですね、腰回りが硬くなるからなんです。腰が硬くなるから。じゃあ、なんで腰が硬くなってくるかっていうと、またこの子が絡んでくるんですね。腎臓です。はい。このことは私のね、他の動画でも何度もお伝えしていることなんですけれども、腎臓が硬くなってくると、疲れてくると、内臓体壁反射、内性体性反射と思いますけれども、によって、大腰筋という筋肉がね、すごく緊張してきます。大腰筋という筋肉はですね、この背骨のね、下の方から、中の骨盤を通ってですね、この足のね、骨にくっついている、まさに体の軸になるようなね、
筋肉になるんですけれども、ここが緊張してくるとですね、背骨自体も硬くなるし、骨盤の動きも悪くなるし、股関節の動きも悪くなるし、要するに腰全体がですね硬くなります。なのでこの腰椎の4番5番もですねその影響を受けて硬くなるということが言えます。はい、はい、ということでね、キーワードを3つ挙げさせてもらったんですけれども、最後のこの2つもね結局腎臓に絡んでくるということが言います。はいはい、ではなぜ腎臓に負担がかかるかというとですね、世間一般的に言うと、塩分の取りすぎとかってね言うんですけれども、当院ではですね、まず寝不足です。睡眠不足が一番良くないです。で次にですね、温めすぎたりとか、汗をかきすぎたりすることです。このこともね、もう私の動画で何度もお伝えしていることなんですけれども、温めすぎ、汗のかきすぎは代謝が上がり、その代謝産物っていうね老廃物が出ることで、その老廃物を処理していくのがこの腎臓の働きなので、汗のかきすぎ温めすぎは、この腎臓の負担をかけますよってことを お伝えしています。はい、なのでですね、例えば春カイロを背中に貼ったりとか結構下着の真上に貼ったりとかね、あとサウナに行ったりとか、あともう汗をかいてなんぼみたいな運動する方いますよね。でもそういう方は結構腎臓に負担がかかってるんじゃないかなと思います。はいはい、なので、腎臓に負担をかけることはやめましょうっていうことなんですけれども、当院ではですね、当院の施術で言わせていただくと、腎臓に限らず、他の臓器もね、全てこう自律神経支配です。で自律神経っていうのは全て脳から出ていますので、まずは脳の血流を流し、脳の、ね、働きを促進していきましょうっていうことが、当院の施術の目的にはなるんですけれども、あなたがまずできることっていうのはまずこの腎臓に負担をかけないということですね。はい、で次に、この歯周病対策です。はい、これはもう歯医者さんに行きましょう。歯医者さんに行って、相談してください。はい、で日常の歯のケアとしては、私がお勧めしているのはやっぱり歯ブラシじゃない歯磨きの頻度ですね。歯磨きの頻度です。まず朝起きてからすぐ磨く。はい、寝てる間にね、結構菌が繁殖しているので起きてすぐ磨く。でご飯食べてからまた磨く。食べたところにねまた菌が増殖しないように磨きます。であとお昼もねもちろん食べる前と食べた後とかにね磨いた方がいいんでしょうけれども、仕事とか学校があるとなかなか難しいです。なので、お家に帰宅してからまず磨く。で、またご飯を食べてから磨く。はい、磨きまくってますけれども決して歯茎にね負担がかからないように、強くはやらないでください。はい、であと道具に頼るってことですね。私がね使ってるのはおすすめなのは、これですね、フロスです。要するにねこの糸がビーと出てきて、歯間ブラシとはまた違うんでしょうけれども、歯の間をね、歯磨きでは取れきれなかった、ものをこれで取るっていうことですね。はいはい、ということでですね、結論としては、もう腎臓をいたわりましょうということと、歯磨きですね、歯磨きと、歯周病の疑いのある方は歯医者さんに行くということですね。はい、では今回の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。